皆さんこんにちは。ホテル学科テーマパークホテル専攻の高橋正樹です。よろしくお願いいたします。では本日は私のとある一日を紹介したいと思います。私は12時に寝た後に朝5時に起きて、そのままもう一回寝てしまうことがあるので、寝ないために一回散歩へ行きます。その後に自宅へ戻ったらもうすぐ登校します。私は静岡から通っているので通学時間が長いのですが、だいたい2時間かけて来る方もいらっしゃいますので心配しないでください。9時20分から12時30分となっていますが、こちらは1限からの授業の始まりとなります。2限目は11時からスタートするので朝は余裕持てて、皆さんも心配せず来れると思います。朝1限からある日は週に1日2日程度ですので心配しないでください。私の午後のスケジュールはこのようになっております。昼食は外で食べる方もいれば学校で食べるような方もいます。ちなみに私は朝お弁当を作って学校で食べています。午後の授業は1時30分から夜の6時20分までとなります。この授業では就職対策がメインとなっています。授業内容としては面接試験の対策やホテルについて学んだりしております。学校が終わった後は学校の近くに神楽坂という観光スポットがあります。そこには美味しいお店がいっぱいあるので友達と食べて帰ったりもします。自宅へ戻ったら10時半にお風呂へ入ります。その後に夕食と自由時間を挟んで私は12時に就寝というタイムスケジュールとなっております。皆さんお気づきかと思いますが、私は静岡から通っているので通学時間がとても長いです。しかし友人にも2時間かけて通っている方などいらっしゃいますので心配しないでください。以上が平日の流れになります。休日はアルバイトやその週に習った勉強の復習をしています。そして通学時間が長いや学校の勉強が不安ということがありましたら、オープンキャンパスに来て私がおりますので、ぜひ相談してください。皆さんのお越しをお待ちしております。